はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんはワームというテーマをご存知でしょうか。ワームっていうね、あまりに最強テーマがあるんですよ。どういうテーマかっていうと、光属性の爬虫類で統一されてまして、太古のカードすぎて最近全く強化をもらえていないっていうテーマなんですけども、最強すぎて、まあ、エースモンスターは何かっていうと、このワームキングっていうモンスターなんですよね。このカードはワームタナについては爬虫類モンスターをリリースしてアドバンス召喚することもできるっていう効果と、あと自分のビルド上のワームタナついたモンスターを、リリースするとアイドルヒーローカードを破壊できるっていう単一がついてない最強効果を持ってます。だからワームをリリースしまくれば相手のカードをめっちゃぶっ破できるみたいな、なんかアクセスコルトーカーみたいな効果あるんですよね。はい、実質ね。で、このワームキングっていうカードめちゃくちゃ僕好きで、ちなみに本当は、OCG の方では、ここに、なんかその、非常に、エッチな、まあ、臓器がついてるんですが、この辺の、ここに。ちょっと、マスターデルの方では、なんかイラスト規制が入りまして、なんかちょっとイラスト変わってます。海外仕様と、なっております。なんででしょうかね。で、このワームキングを活躍させたくてデッキを組んできたんですが、やっぱね、ワーム単体ではね、さすがに弱え。まあ、さっき史上最強って言ったんですけど、強化が来てなくて、なんかその他のあのテーマ強化いっぱいもらってるからだと思うんですよね、多分。やっぱワーム過去最強だったんですけども、ちょっと他のテーマがいっぱいその強化もらっちゃってて、若干弱いっていうこともありまして、まあ今回は混ぜ物ということで、まあいつも通りですね、爬虫類族デッキであれば一番最強の、まあデッキであるその冥界とレプテレスを絡めて、冥界レプテレスの動きをしながら、自分はその5枚ドロー5枚サーチをして、いや展開を見ていただきたいですけど、5枚ドロー5枚サーチをして、ワームとかそっち系のそのカードを引き込んで、バーストリバースとか、それからダブル星雲隕石を使って相手の、まあ、行動を妨害して、ネクロフュージョンでワームゼロ出すみたいな、構築にしております。ちょっと回し方癖があるんでね、ご覧いただければなと思いますんで、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ワーキンさんイラスト完全修正されててめちゃくちゃ笑ったわいや、ワーキンさんめちゃくちゃイラスト修正されてんだもん、びっくりしたわ。これはまあ何でもいいわ。これゾウハでいいかな。でゾウハ送って、でヌヌ特殊して、これやばいっすよねマジで。そんなにケアしますっていうぐらい。じゃあさ、逆にワームゼックスのさ、なんかなんつうの、頭の上のあれの例のあれも閉じろよって思ったけどね。ワームキングなんであそこ閉じてんだよな、あれなんで閉じてるんですかって、コナミにお問い合わせしようかなワームキングの下半身の穴はどうして閉じてるんでしょうかって、マスターディールではなんて回答してくるのかな、ちょっとわかんないけど、とりあえずカースをゴチの振っていく。そして冥界の黄昏カースの効果発動。ちなみに気になった方はね、ぜひ日本版のワームキング のイラストと、あと海外版のワームキング、まあ、マスターデル版か、マスターデル版海外版のワームキングのイラストを、ね、見比べてみてください。んってなりますからね、あれってなるからそして冥界の檻、ナイヤの効果発動。ナイヤの効果によって冥界の邪水蓮を手に加えていく。そして邪水蓮を発動。邪水蓮の効果により、冥界モンスター相対を、冥界というか、まあ、爬虫類族モンスター相対を墓地に送り、そして墓地の爬虫類が5種類だった場合、自分のフィールド上に特殊召喚することができる。これによってエピティアスクワトルを特殊召喚、そしてレベル4のナイアにレベル4のコアトルをチューニング。シンクロ召喚8、シンクロチューナー現れを、炎山期マグマ、そして炎山期マグマとカースを墓地に送り、現れを究極献身アルティメトルベシュバルキン効果発動。お互いのフィールドにトークンをめちゃくちゃいっぱい出す効果を持っているぜ。さあ、いっぱいトークン出ろ。ピロ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 これ手動なんでめっちゃめんどくさいんですよね。出す場所とかもね、一応自分で選ぶんで、なんか一応自分で選ばなきゃいけないの分かるんですけど、めちゃくちゃめんどくさい。何ここでチンガール、まずい。ニビルはまずいぞ。あ、ちげ、なんだお前、双剣随寿純金、誰やお前、ガチめに誰じゃあガチめに誰やねん。あ
はいはい、あんま関係ないですね、あんま関係ない、あんまり関係ない、あいつ攻撃力をゼロにして、バーカすればいいから、休業原神アルティミドルビシバールキンと、トークンでリプロドクションだし、そしてリプロドクションの効果発動、リプロドクションの効果により、お互いのリンク先のモンスターを爬虫類族に変更していくぜ。そして爬虫類族モンスターを含むモンスター2体でリンク召喚現れよ、レプティレスエクトゥーナ寿司三昧寿司三昧、そして寿司三昧さんの効果発動、リンク召喚に成功した場合フィールドのモンスター1体を対象取り、そのモンスターの打点をゼロにしていく。そして、モンスター2体でリンク召喚現れよ、 IP マスカレーナ、そしてレプティレスエキドゥーナ様の効果発動、フィールドの相手フィールドの攻撃力がゼロのモンスターの数まで、レプティレス過去爬虫類族モンスターを手札に加えることができる。これによってレプティレスを、それからライトサーペント、それからあとはコアトルキッズでいいんですか、ワームワームマジいらないな、これワームマジでスネークレイン引いて叩き落とすしかねえ。そしてレプティレスコアトルを手札に加えていく。そしてレプティレスコアトルの効果発動、爬虫類闇属性がいる場合特殊召喚し、そして相手のヒドの攻撃力がゼロのモンスターの数まで手札からレプティレスモンスターを展開できる。これによってレプティレスを特殊召喚、そしてレプティレスレアニャミニとレプティレスエキドゥーナをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れよ、エイリアンソルジャーマイティフレーム、そしてマイティフレームのモンスター効果発動、マイティフレームのモンスター効果によりライトサーペントを叩き落とし、フィールド上のモンスターに A カウンターを置くことができる。そして墓地に送られたライトサーペントの効果発動、自身を墓地より特殊召喚、そしてライトサーペントとエイリアンソルジャーマイティフレームをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、あれあれよ、トラバサミゼロール、あー惑星汚染被写の弱いな、まあいいや、はいおはようございます、ドーン。そして墓地に存在するニャミニの効果発動、相手フィールドに攻撃力ゼロのモンスターが存在する場合自身を特殊召喚できる。そしてレベル2のニャミニにレベル4のコアトルをチューニング、新規の召喚現れよ、レプティレスラビア、うわー、このモンスターを新規の召喚に成功した場合相手フィールドの攻撃力ゼロのモンスターを全て破壊し、その数だけカードをドローできる。うおー、つえー、でも引いたカードあんま強くねー、あれあれあれあんまり、でもそうでもないか、言うてちょっと惑星汚染が欲しかったんですよね、惑星汚染が欲しかったんだから、とりあえずレプテレスメルジーヌを出していくぜ。そしてこのモンスターは爬虫類モンスターのみを進化ソアにした場合、戦闘効果では破壊されない。そしてスネークレインを発動、スネークレインの効果により手札は一番墓地のクリー、デキャラ爬虫類モンスターを墓地で叩き落とすことができる。これによっていらねえこのクソみたいななんかワームモンスターを墓地に送らせてもらうぜ。これによって私にの墓地にはめちゃくちゃいっぱいワームモンスター溜まったぞ。そして、ソラバサミゼロールの効果によって A カウンターを取り除き、エイリアンキッズを召喚、そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、これ何がいいのこれ墓地に、あ一応矢がいいのか、矢がはまあじゃあ一応セット、一応セット、まあこんなもんか、まあ言うてもう1枚バーストリバーセットしてもいいか、アヘガをダブルピースマンがワンチャン蘇生できる可能性あるかな。ちなみにアヘガをダブルピースマンはリバースした場合、フィールド上のワーム以外のモンスターを全部パスするとかいうヤバすぎる効果を持っているぜそして惑星汚染ウイルスの効果を発動、惑星汚染ウイルスの効果によりエイリアンキッズをリリースし、相手フィールド上のモンスターがこれ以降出てくる相手フィールド上のモンスターにめちゃくちゃカウンターを置くぜ。そしてバーストリバースの効果により墓地に存在するワームヤガンを特殊召喚できる。どこ行った、ヤガン生える18金を特殊召喚、そしてこの生える18金はリバースした場合表側のカードを1枚を手札に戻す効果を持っているぜ、相手フィールド上の。そしてトラップトリックの効果によりダブル星雲隕石を発動することができる、いける。ちなみにこのトラップトリックでネクロフュージョン除外すればネクロフュージョンできますし、ダブル星雲隕石を除外すればダブル星雲隕石を発動することができます。最強です、天威流ベシュだ。何？やばい、そのモンスターバウンされる可能性が高い、非常にまずいな俺は行くしかねえな。やつは、通常モンスターがフィールドにいるとなんかバウンスする力を発動することができるため、まずは私は
ダブル西洋隕石をゲームから除外し、ダブル西洋隕石をフィールド上にセット、そしてダブル西洋隕石を発動、ダブル西洋隕石の効果によりフィールドの中表示モンスターを全て表側表示にする、リバースせよ、入る18金、そして入る18金の効果発動、相手のフィールドのモンスター1体を対象取り、そのモンスターを手札に戻す、強い、最強、あまりに最強、あまりに最強だぜ。ゆえ、なに？てめえ、ゆうえんくんはあの手札の効果なので一応あの出して中南が出てくるっていうところまで一応処理されます。なに？やるな、貴様。ゆうえんの効果あでトークンが出てここまではいい。もうこれユニコーンでバウンスした方がいい。絶対に。俺はリプロドックスとマスカレーナをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れよ。トロイメアイユニコーン効果発動。手札を1枚墓地に残り、相手フィールドのカードを1枚を選択し、そのカードをデッキに戻すことができる。これさすがに召喚権使ってないからチューナーか。さあチューナーを消し去っていく。オーケー。さあシンクロ召喚できるもんならしてみな。これでバクヤ召喚みたいな。いい、大丈夫だ。タイヤは効果無効になっているぜ。バクヤの効果無効になっている。さあモンスター2体で、あれアナコンダも出せるぞ。ただアナコンダの効果無効になるかな。あの一応ゼロルはね史上最強の最低もらってまして、あの守備表示にならなくても効果無効になるっていう。うわー、あのカード怖え。暗転かな。爆弾せよワームキング様。うおー最強。ダブル西洋隕石の効果なめんじゃねえぞ。ドロー、まずリバースするところから始めなくてもいいね。これワームキングでもうしょっていくか。ワームキング大先生の効果を使用するか。ワームキングの効果、ワームキングの効果によりワームヤガンをリリースし、相手のフィードのセットカードを破壊していく。さあどうする、そのカードはなんだ。あっくぅやるじゃねえか。なに、バーストリバース、まあまあバーストリバースくらいだろう。バーストリバースを対象に取り、うわゼロル死んだ。まあいい、あんまり関係がない。バーストリバースの効果発動。バーストリバースの効果により自分の墓地に存在する、リバースモンスター、リバースモンスターじゃないモンスター1体を対象に取り、そのモンスターを裏側守備表示で特殊召喚できる。これ一応あれだったな、あの夜間の効果発動してからの方が良かったな、一番最後から。まあいいや。さあワーム夜間を対象に取り、このモンスターを墓地から特殊召喚することができるぜ。バーストリバースのクソ高え代償を払ったらな。さあ双剣暗転の効果によりゼロールはぶっ壊されていく。そしてワームキングの効果により相手の、フィールドのカードも破壊されていく。そしてワームキングの効果、ワーム夜間を墓地のクリー、相手のカードを破壊。これがワームキング様のパワーだ。このモンスターにターン1アドついていない。そして冥界の邪水連の効果発動。冥界の邪水連の効果により墓地にモンスターを叩き落とし、爬虫類族モンスターが5種類以上の場合、自分の墓地のゼロールは帰ってくるぜ。リターントゥゼロール、バゴーン。これ全部殴ったら勝ちか。言うてオグドアビスは出す必要もないな。これでバトルフェーズに移行するぜ。これがワームデッキのパワーだ。ワームデッキ、まあなんかワームじゃねえやつめっちゃいるけど、フィールドに。アイセンありがとうございました。これがワームキング様のパワー。ワームキング様がいたから勝ったと言っても過言ではない。このデュエルは神ゲー。この展開マジで手札誘発ゴリ踏むからさ、このあのデッキ、そこがちょっと若干あれですよね、なんか納得のいかない部分ではあるというかね、いうところはありますよね。まあ一応これ今のあのこのハンドだったらまあ一応ゼクス召喚っていうなんかゴミみたいな部分できますけど、いつの遊戯王だよみたいな動きできますけどね。マジでさ、このあのゼックス召喚のここのこの動き、この動きがあまりにも昭和、あまりに昭和ムーブ。あまりに昭和で、まあ、とりあえずキングレムリン出して、キングレムリンがあとは通るかどうか系ではあるんですけど、キングレムリン通ったら世界が終わりますよ。あとは結構同じムーブなんですよね、これ通っちゃうと。結構その問題は、あとはそのキングレムリンの方が通った後はそのあれなんですよね、あのラミアで何ドロするか問題っていうか、
そこまではまあ大体その動きが同じなんで、このデッキはほぼ。いくぜ、レプテレスニャミにレプテレスコアトルをチューニング、新規の召喚現れよ、レプテレスラミア、ドーン、ラミア効果発動。うわー、5メートル、あー、まあ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 悪くないんじゃない、まあまあ悪くない。ちょっとアヘはダブルピースマンとゼクスが来てるから、まあ、ここテクダ融合とかできればよかったんですけどね。まあそのために一応融合1枚だけ入ってるんだけど、このデッキで、リプロドックスの A カウンターを取り除き、手札からキッズを召喚、そして恐るべきカードを4枚ほどセットさせてもらうぜこれセットされてるカードゴミで草、なんかめっちゃ強そうな感じで見えますよね、これ普通に考えるとめっちゃ強そうに見えるじゃないですか。マジでゴミなんですよねこれなんかさ、ここ神戦とかの方が絶対強いじゃん、神戦やら神系やらね、なんかあの虚無とか虚無空間とかそっち系の効果とか絶対強いのに、なんか知んないけど惑星汚染ウイルスとバーストリバースネクロフュージョン惑星せあとダブル星雲隕石っていうなんか意味不明なカードめっちゃ捨てられてんだよな、これやべえな。これバーストリバースと星雲があるんで一応野眼の妨害は残せている。これは非常に今現状ライトニングストーム、ギャース、いやもうライトニングストーム打たれるとですね、これゼロルさん絶対死んじゃうんですよね。まあこれは、マスカレーナで巻き込んでリンク召喚をせざるを得ない。一応マスカレーナがいるからねなんとかなるんだけど、まあ、これアクセスか。さあ3体とかいうなんかすげえもったいねえリンク素材を使ってリンク召喚現れよ、アクセスコールトーカー、アクセスコールトーカーの効果発動、リンク召喚に成功した場合、墓地のリンクモンスターのリンクマーカー数の数かける1000ポイントの打点をアップさせてもらうぜ。ピロ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 、よしよしよし、一応夜間はいます、夜間バウンスだけ残してます今妨害、あビクトリービクトリー蘇生ビクトリーリバースでもいいですけど一応ね。あ、マギストスか、なるほど、マギストス来た、マギストスリバースして、なんてバウンスしてもいいですけどね。まあもうちょっと動き見ますか、出てきたモンスターでもいいけど、バウンスするの、とりあえずヤガンを蘇生しておいて、でバウンスをかましていくしかねえ。何やめろー、てめえ何してくれてんだ、はっこいつマジで、こいつマジ許せねえ、許せねえあーやがん、俺たちのやがんか、許せねえマジで、くっそ腹立つわ腹立つわ、お前さダブル星雲隕石発動させないとかいうプレイングクソきついからやめろ。あちなみに亡くなりました、妨害が妨害ゼロになりました、ありがとうございますあ、メルジーヌの効果無効なされてしまった、まずい、メルジーヌさん、メルジーヌさん一応単一ないんで出てきたモンスター全部ゼロにできるっていう最強効果なんですけども、攻撃効果発動すればね、これが無力化されたということで、現状私のフィールドゼロ妨害となっております。ミカエリス、ミカエリスじゃあやばいよ、助けてミカエルちゃんとかやばすぎるモンスター爆誕してる、助けて、うわー、アクセスコールとか、くそアクセスちっしょちっしょ、これアストラム絶対入れた方がいいですねこれ。結局相手の盤面を返すためには、まあ、ちょっと本当キル能力高めるために一応アクセスコールトーカー入ってるんだけど、これアストラム絶対入れた方がいいですね。はい、まあ入れるわけないですけどね、ちなみに入れる枠がねえっていうガチやべえ。で、はい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 、はい、そっちね、 OK 了解。でパークスでサーチも入ると、サーチ特殊まで行く、パークス来た、800回払うと、阻止したモンスターを手札に加えて、なんか相方がいれば特殊ができるという効果。あー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 あああ、えらい出てくんなおい、あー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 やっば
もう全然無理。くっそ、メルジーヌさん普通に戦闘破壊されるときつ。まあ一応回収する効果はどうするか、レプテリスメルジーヌの効果によってこれヤガンだろ。いやヤガンじゃない、ゼクスだろ。ゼクス手札に加えて、もういらねえから引きたくねえからゼクス加えて、でダイレクトもかまされていくか、それは関係ない。いやでも一旦あれっすね、相手のアーゼウスをなんとか踏みに行けるんで、エンドフェイズはとりあえず、あエンドフェイズ、えこれアーゼウスかなんかなれないの、なんか上下やったっけ。いやまあでも言うてね、あのこれアーゼウス踏みに行けるんですよ、ワームゼロで。なんでこれアーゼウス対策はできています。未来竜王は無理です。未来竜王さんはマジで無理、無理でもないか、無理でもなさな気がするな。ワームゼロで一回踏みに行って、で、あ、ちょ、ワームゼロめっちゃ強くて、ちなみに。ワームゼロって、40種類以上、素材に使ってると、自分のもちろん80類とか除外すると、相手のモンスターを墓地に送るっていう効果を持ってるんですよね。これめっちゃ強くて。はい。まあ、最初に取られるとかいうカード、特にないから、これで、あれです。相手のフィールドのモンスター、墓地を送るっていう効果を発動するから、まあ、アーゼウスとか、その未来運をもう一度踏みにはいけます。はい。そして、ワームゼロの効果発動。ワームゼロの効果により、墓地に存在する爬虫類族モンスター1体をゲームから除外することにより、相手フィールドのモンスター1体を墓地に送る。ちなみにこの効果にターン1制限はついていない。墓地の爬虫類族モンスターの数まで発動することができるというわけさ。さあ消え失せの見返りです。ちなみに本当は6種類以上で発動して、なんかものすごいね、あの効果と打点を得れば一番強いんですけど、ワームゼロ、まあ実戦で使うとしたら、まあ4種類くらいがまあ一番その現実的かなとは思います。一応ね。さあ、キングレムリンを除外して、相手のモンスターを墓地に送っていく。奴らは効果モンスターじゃないと墓地の効果に、発動、墓地の効果を発動してなんか、エクソシスタエクシーズモンスターを出すことはできない。残念だったな。そして、ナイアの効果により、もういらねえモンスターを叩き落とすしかねえ。オグドアベスを叩き落としておくぜ。そして、ワームゼロの効果と、ワームゼロの効果により、自分の墓地の爬虫類族モンスター1体を、墓地から特殊召喚する効果を持っている。本当はね、この6種類、あると、なんか全部使えるんですけどね。そして、墓地に存在するカースの効果発動。カースの効果により、メルジーヌをリリースし、自身を特殊召喚。さあ、お前も墓地からモンスターを特殊召喚していいぜ。まあ、そのモンスターはワームゼロで墓地に送らせてもらうけどな。さあ、残念ながら、モンスターが出てきたところで、カースの効果を発動するぜ。カースの効果によって、ナイアを特殊召喚し、冥界のジャスイレンもうなかったでしたっけ、俺。もう、ないですよね。すいませんでした。ワームゼロの効果を発動。ワームゼロのこのターン制限ついてないモンス、効果により、相手がモンスターをどんだけ出したところで、すべてのモンスターは墓地に送ってもらう。さあ、キズラを除外して、てめえのモンスター、墓地に送る。最強。あまりに最強。そして、ヌルの効果。自身を墓地から蘇らせ。そして、フィールドの3体のモンスターをリリースし、現れよ。墓地より特殊召喚。これが冥界史上最強モンスター。冥界神、オグドアビス。オグドアビス君は、フリーチェーンで、墓地から特殊召喚されていないモンスターをすべて墓地に送るとかいう、なんか若干アーゼウス味を感じる効果を持っているぜ。ゼクスを召喚。補活動、ゼクスの効果により、ワームを、まだいいんだっけ、ああ、ワームキング様ね。まあ、こいつはまあネクロフュージョンのコストにしかなりませんね、もうもはや。で、これでもう全員でぶん殴るしかねえ、いけ。オグドアビスの妨害も残っている。なんとかなるだろう、これさすがに。さあ、いけ、ワームゼロ。ダイレクトアタック。そして、オグドアビスでダイレクトアタックだ。残り100足んねえ。微妙に足んねえ。クソ微妙に足んねえ。マジか。しょうがねえな。まあ、トロイがいいこと出したことあんまり意味がない。監修路だ。さあ、てめえのターンだ。いやーこれなかなか強力な盤面はできたけど、めちゃくちゃ最強盤面返されたのちょっと納得いかねえな。あ、なんだその効果は。ていうだからレベン魔法使い族モンスターいったら特殊ができるな。いいだろう、そのくらいは勘弁しといてやるぜ。あ、いいだろう、ターン終了。なるほど、ソフィア1枚でなんとかしようってか。でもソフィアってあれですよね、除外してた効果見届けないといけないですよね、これね。
取れたらワームゼロってことはワームゼロで墓地に送ることはできる。おいカード除外してるぞ墓地から。おいどうした、おいカード除外したらエクシー消化するんじゃねえのか。おいどうしたエクソシスター、ほらほら、おいワームゼロめっちゃ活躍してんじゃんこのデュエル、神デュエルじゃん、やった。いやこんだけワームゼロ活躍するんだったらワームゼロをサムネイルにしてもいいな動画の。はい来ました、クソラコ展開。はい来ました、クソラコ展開あのワーム本来の動きっていうのを見せていただきましょう。本気のワームデッキのね、あの動きっていうのがどういう動きをするかっていうね、はい、これが令和の遊戯王です。ワーム、ゼクスでヤガンを墓地に送って、でヤガンを特殊召喚するわけですよ、特殊ね、こうして、でトラップトリックセットしてエンド。これがマジのマジのワーム、これが令和の本気のワームデッキの展開です。はい、見ました、これがね一番強いんですよねこれがライトリングストーンはい、ギミック前提しました、ギミック前提です。はい、対戦ありがとうございます。ギミック前提しました、やばー、このデキスト展開投げガーディアンエアトス、やばやべえことしてんじゃん、やばい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 、バケモン爆誕してる、バケモンデッキだ、ていうかバケモンデッキの前にワーム弱すぎん